まあ、レッドルール直しないようにいい試合どういう戦略をねお互いに考えているかというところありますけれども、はい、ありがとうございます。こちら津崎義雄、そしてこちらは平塚洋次郎です。まあ、年齢的には2人とも決して若くはないんですが、よく2人ともこのベルトを取りに行くということをね口にしますよね。そうですね、まあ、今あのプロ選手のなんていうんですかね、選手 年齢というか選手寿命というか、伸びてる傾向ではあるとは思うんですけども、はい、まあ、でも2人ともこうコンスタントに試合もしてて、そうですね、はい、コンディションも良さそうですしね、はい、その試合が始まりました。身長はほぼ同じ、わずかに2センチほど津崎が勝っています。津崎選手は以前にあの、はい、以前というかアマチュア時代に大道塾の選手と練習をしていたことがあるらしくてですね、でこうそこでボコボコにされていた思い出があって、はい、だからこう大道塾の選手というのでこうちょっと意識するところがあるみたいな。あ、そうなんですね。今顔がその大道塾の平塚、ずんと顔面ワンツーです。津崎お互いに足を出します。前蹴り津崎、ともにオーソドックススタイル、じわっと出る平塚ですが、でこの首相撲はどうでしょうか。ブレイクがかかりました。前回10月の試合は、あの平塚選手が結構あの試合、それまでの試合からブランクが空いてたんですね、はい、で、まあ、今回は、3ヶ月ですか、そこから。そうですね、割とコンスタントなんで、どうかなと思って見てるんですけども、今のところちょっと津崎選手が出てますかね。そうですね、残りは1分を切りました。ここまでのバズカさん印象どうでしょうか、この両選手。そうですね、若干津崎選手が、まあ、ペース握ってる感じですかね。ただね、レッドルールなんで首相撲になってどうなのかっていう部分もありますが、ラスト30秒、残り30秒です。第1ラウンド、相手にダメージを与えるようなキック、パンチは決めていません。第1ラウンドです。第1ラウンド終了しました。まあ、いろいろ駆け引きはあるんでしょうが、なんとなく高崎さん、まあ、静かな第1ラウンドだったような印象はありますが、平塚選手がちょっとまだ様子を見ているのかなという気もしますし、まあ、若干受けに回っている気もしますし、終盤ちょっとね、あの、空洞っぽいところが、あのタックルじゃないんですけど、はい、ちょっと組みに行ったりとかありましたね、出てましたけど、はい、どうなんでしょうね。そうですね、第3試合のノックアウトレッドスーパーウェルター級3分3ラウンド延長1ラウンド、これから第2ラウンドになります。こちら青コーナーの平塚、赤コーナーの津崎です。津崎選手が
去年初めて KO 負けを喫して、はい、で、その後駒形戦でもダウンを食らってるんですよね。そうでしたね、はい、それまでは自分のそのタフネスを信じてたみたいなところがあったみたいな話をしてるんですけども、ちょっとそういうところがこうまだ影響のかどうか、はい、まあ、肘の展開になったら津崎選手が有利かとは思うんですけども、そうですね、一昨年には例のラウェイのですね、トケシ選手に見事な勝利を収めたりもね、そうですね、はい、してるんで、そのあたり出てきましたね、レッドルールをうまく活用してくるのかどうかなんですが、ね、だいぶお互い動きが出てきました。第2ラウンドです。右のいいパンチ決まった須崎、この左のハイキックは空振りです。平塚の方はまだ有効な打撃はあまり見られていませんが、出る須崎、平塚選手がどう攻めようと思っているのかちょっと見えづらい。当てるだけ、向こうが強くしてくれるから大丈夫、合わせるだけ。ガードの上からワンツー、須崎です。ゲストのバズーカさん、これ平塚は何を狙っているんですかね。まあ、そうですね、何かを狙っているんですかね。それともちょっとこう押されて手が出ないというようなところなんでしょうかね。そうですね、ちょっとベースを握られちゃってます。あ、こちら津崎、ラスト30秒、さらに津崎が出る、クモクモではどうか。いいぞいいぞ、見分けてはいないですけどね。あ、はい、決して。残り10秒、第2ラウンド、ほら来るぞ来るぞ、肘になってくるぞ、あらつけてみろ、あらつけてみろ、絶対困ったら来るぞ。第2ラウンド終了しました。ちょっと首をひねりながら赤コーナーに戻った印象もある津崎ですが、こちらは青コーナーの平塚。昨日の会見では全ての局面で上回って勝ちたいという話をしていた平塚なんですが、ちょっと高崎さん、上回ってる感じはないですよね、ここまではね。そうですね、押されたままになっている感じがありますね、3分3ラウンド、延長1ラウンドですので、この3分3ラウンド目が終わった後での判定によっては延長もあるかもしれませんが、ここまでの雰囲気としては津崎優勢かなという印象はあります。ラストラウンドの第3ラウンドが始まりました。第3試合、ノックアウトレッドスーパーウェルター級、第2ラウンドはかなり積極的に津崎が出ていきましたが、ここは右のパンチはちょっと大振りか。さて首相撲、首相撲になって平塚がやや仕掛けた印象はあります。ここは平塚が先にパンチを出しました。しかしガードの上、右のクロス、津崎、その距離だ、その距離最中、蹴りは怖くないから、ああいう飛び込んでのパンチとかですかね。そうですね、
今度は津崎がボディーブローを放って前に出ました。右肘も放っています。津崎いやゲストの松岡さん、ここはあの平塚選手はおそらくリードされてる感じはあると思うんですけどね、はい、出ていきたいとこなんでしょうけど。そうですね、接近して肘も出します。津崎ほら、逆転肘しかないからいいぞ。いいね、左にこうやってくるか、これは多分飛び込み、うん、その蹴り怖くないだろ。勝負する、そこで蹴り蹴り、ガードの上からワンツー、津崎ラスト1分、残りは1分です。第3ラウンド、右から左、いいパンチが入りました。須崎ここでまとめたいですね。はい、須崎選手もまあ分かりやすく倒して勝ちたいと言ってたんで。そうですよね、はい、もう大事時間がないですよね。はい、ここはお互い首相撲で肘も出そうとしていますが、ラスト30秒、残り30、ブレイクが命じられます。だんだん時間が、残り時間が少なくなってきます。リング中央での打ち合いです。そして首相撲になっています。膝を出す須崎、そして肘、ここで第3ラウンド終了のゴング。リードしているかなと思われる津崎が、またこのラウンド終了後も首をひねりながら赤コーナーに戻ります。ご覧いただきましょう。この右はね、高崎さん、いいタイミングだったですよね、はい、そうですね。中盤もちょっとまとめたかったですね、はい、これもいいパンチでした。ジャッジ北尻29対28赤津崎、ジャッジ山根30対29赤津崎、ジャッジ秋谷30対28赤津崎。以上判定3対0をもちまして、赤コーナー津崎吉郎、判定は3対0、赤コーナー津崎吉郎の判定勝ちとなった。この第3試合ノックアウトレッド3分3ラウンドでした。29対28はどうが入ったんですか ね、 ねえ、平塚選手が取ったラウンドがあるという ね、 ね、 判定ですよね。平塚もなんとか持ち味を発揮しようとはしたんでしょうが、判定は須崎でした。